あ、遺伝系の森です。よろしくお願いします。我々が作っているデータベースは対象は微生物、特に原核生物を対象としています。で、原核生物自体は我々の目には基本的には見えないものなんですけれども、非常に地球上のいろんなところに存在しています。で、特にバイオの分野にもとどまらず、まあ、いろんな分野と連携、例えば建築だったり、あとは様々な、もちろん医療系もそうですけども、農学系とか様々な分野と連携できるようなポテンシャルを持っています。で、特に、まあ、ここ数年、まあ、10年ぐらいですかね、微生物群集、マイクロバイオームの研究、特にヒトマイクロバイオームだったり、土壌とかそういうマイクロバイオームの研究が急速な勢いで進展しておりまして、まあ、この下に書いてあるグラフは、塩基配列、DNA の塩基配列の国際的なレポジトリである、まあ、DDBJ、まあ、これは遺伝系にありますけれども、DDBJ だったり、ヨーロッパの ENA、NCBI、あとはアメリカの NCBI で、基本的には論文で塩基配列データを新規に出す場合というのは、これらのレポジトリに登録する必要がありますけれども、登録して一般に公開する必要があるんですけども、そこにデポジットされて公開されたマイクロバイオームサンプルで、これ1個ずつが新型シーケンサー由来ですので、基本的にはすごく数十万本とか、それぐらいの方が1サンプルなんですが、大量にもうデータが出てきているわけですね。すでに400万サンプルを超えています。で、我々はこの大量に出てくるマイクロバイオームデータについて、またあとは個別の菌のゲノムデータですね、まあ、それらを合わせて、特にゲノムに紐づくような情報を集めて、マイクロブ DB.jp という微生物の統合データベース。これは目的としては微生物のエンサイクロペディア。とりあえずこのデータベースに行けば微生物について大体何でも分かるっていうようなデータベースを目指して、この10年間ぐらい作ってきていました。で、マイクロ DB で特に微生物の群集について検索がしたいような場合っていうのは、今はこのマイクロ DB のページに行って、マイクロバイオの検索をしていただくことはできますけれども、土壌だったり、あとはいろんな病気の名前とか pH とか温度とかいろんな環境のメタデータを使って、様々な微生物群集の、まあ、数十万サンプルのデータっていうのを絞り込んでいくことができて、それらを系統組成、まあ、どういう菌がどれぐらいいるかっていう情報だったり、あとはどういう遺伝子機能がどれぐらいあるかっていう情報を互いに比較解析がウェブ上でできるようになっています。で、同様なデータベース、マイクロバイオームだったり、個別のゲノムについてのデータベースっていうのは、我々日本だけではなくて、アメリカだったりヨーロッパも非常に有名なデータベースをいくつか作っておりまして、まあ、それらのデータベースと比較しても、我々のデータベースもサンプルの数だったり、あと持っている機能っていうのは引けを取らないようなものになってきております。で、まあ、このマイクロバイオームについては、なんとかデータベースを作れたなと思ってたんですけども、ここ数年で、ちょっとマイクロバイオームについて割と新しいタイプのデータが急速に出てきて、非常に使われるようになってきています。まあ、それがこのメタゲノムアセンブルドゲノム、マグと言われるデータでして、これ何かというと、メタゲノムから個別菌のゲノムを再構築して、ゲノム配列として使うっていうようなものでして、まあ、それがマグと呼んでますけれども、まあ、要はゲノム配列ですね。ただ、通常普通にメタゲノム解析をするような場合っていうのは、ショートリードだったりロングリードのデータを読んで、まあ、それをコンピュータ上でアセンブルして長くつなげて、ただ当然ながらそれは完全ゲノムにすることは難しいので、そういう短い配列を使って、なんとか遺伝子機能組成だったり系統組成を予測して、メタゲノム間で比較するっていうようなのが普通のアプローチなんですが、マグを作るようなアプローチではビニングというバイオインフォマティクスの解析を、ステップを一つ加えます。アセンブルするところまでは同じなんですが、その後に、微生物のゲノムは、ゲノムの DC 含量まあ、例えば30%ぐらいから70%ぐらいまで非常に幅広く系統間で違ってたり、あとはコロンの使用頻度なども違ったりしますし、当然群集中の存在量も違っていますので、それらの情報を使って個々の微生物、群集中に存在する個々の微生物のゲノムをコンピュータ上でクラスタリングすることができるんですね。そうして、まあ、それらクラスタリングして、これは同じ生物由来の配列でしょうっていうようなことを一個ずつまとめていく作業をして、その結果としてマグを作ることができます。で、そういうことを簡単にできるようなツールもたくさんもう出ています。なので、やってることとしては、微生物の塩基配列データに、まあ、頻度情報とか紐づいたものについて、まあ、機械学習のいろんなツールを使って配列のクラスタリングをしていって、ゲノムごとにまとめていくっていう作業をするんですね。まあ、それをビニングと呼んでますけども、その結果としてマグが出てきます。で、そうするとマグが出てくると、まあ、遺伝子の機能組成とか系統組成っていうのは解析が基本的にはせずに、もうメタゲノムの全体像、
系統組成、遺伝子の組成を議論するのではなくて、もう優先系統、そこに存在する菌のゲノム配列をもダイレクトに解析して、比較ゲノム解析をするっていうようなことになってきます。それがここ数年で非常に流行っていて、まあ、微生物の特にモデル生物じゃないような微生物を扱うような、特に群衆中の微生物を扱うような研究で、ではほとんどこのマグを使った研究が主流になってきています。で例えば、2017年初期の頃のマグ解析ですけども、その頃もまあ 数百メタゲノムデータからまあ8000ぐらいのマグを作って、8000ぐらいのゲノムですね、を作って、1個ずつのゲノムとしてはそんなに精度は良くなくて、まあ、コンティグ、断片配列として200本ぐらいとか100本ぐらいの配列からなっていて、まあ、なので完全ゲノムではないんですが、まあ、それらを使っていろんな遺伝子コンテンツだったり、まあ、どういう系統が環境中に存在するかというのを解析したり、人腸内だったり人の皮膚、あと人に共生する微生物のマグ解析で、これの場合は15万ぐらいの微生物のゲノムマグを作りましたという研究ですけれども、まあ、そういう研究がボコボコ出てきているわけですね。で当然ながらそのゲノム配列が分かれば、そこからゲノムの配列を使って系統樹を推定することもできるので、ゲノムを使って実際のその菌自体は単離も培養もできてないんですけれども、地球上に存在する微生物の全体的な系統樹を推定することができたりしますので、まあ、そういう系統樹のデータベースというのもできています。で同様に配列だけではあって、で菌のそうです。生理活性とか分かんないんですけども、配列だけから名前を付けましょうという動きも活発化してきていて、まだこれは完全には正式な名称としては菌の名前としては認められないんですけども、まあ、状況が状況ですので、おそらく今後配列から菌の名前、正式な名前というのも定義されることになると思います。まだなぜそういう必要性があるかというと、現状微生物、原核生物の正式な名前を付けるときというのは、管理して培養して生理活性を記述して論文として報告して初めて正式な名前が付けることができます。でこの表の左側の数字というのは、まあ、ファイラムからスピーシーズまで微生物の系統、原核生物の系統で、まあ、9月ですけども、9月の時点で正式に記述された、記載された系統名を表しています。その数ですね。で種に関してはだいたい2万2000で、ファイラム門については42門もう正式なものとして定義されているんですけども、一方でメタゲノムからゲノムを再構築したマグデータを使って、同じように系統的にどれぐらい近いのかっていうのを配列の距離で見ることができるので、それをもとにしてファイラムだったりスピーシーズを定義した場合どうなるかっていうと、まあ、大体もう数倍、種だったら6万5000で、ファイラム非常に違う配列が系統ですけども、まあ、それらがカテゴリーとして166っていうような、もうすでに培養できていて記述、正式に記載できたものとはもう数倍多い系統というのが、もうすでに仮説的にではありますけれども、マグから定義できている状態になっています。なので微生物の個別のモデル生物を扱う上では、まだこちらの培養の方でもいいんですが、微生物の多様性、例えば特定の自分が興味ある遺伝子がどういう系統が持っているのかっていう情報だったり、あとは系統的に微生物がどれぐらい多様なのかなど、あとは特定のフェノタイプを持っている微生物がどういう系統にいるのかっていうのを解析するような目的には、もう左側ではなくても右側のマグのデータを使った解析というのが、まあどんどん主流になってきている状況になっています。でそういう状況ですの でこのマグデータについてはまだなかなか、特にデータについて、マグデータも個々の論文ではいろんなマグデータというのをいろんなレポジトリ、もちろん INSGC も入ってますけれども、それ以外にも FigShare だったり、Zenodeみたいな、あとは個別の研究者のウェブサイト等にマグデータを置いているだけっていうようなこともあって、マグデータ非常に散在しているので、それらのマグデータを集めて、一つの大きなマグのデータベース、あとはそこにマイクロバイオム、普通の系統組成や遺伝子の組成のデータも含めて、一個のデータベースを作りましょうというのが、この研究開発の大きな目的になっています。今まではマイクロブ DB.jp の方で個別のメタゲノムであったり16ケースアンプリコなどのサンプルの系統組成や遺伝子の組成のデータを整理してきましたけれども、そこにマグメタゲノムからゲノムを再構築したデータ、ほぼ、なのでゲノムデータベースですね、の方も合わせて一つの大きなデータベースを作りましょうとしています。でマイクロバイオムデータハブという名前で今作っているところでして、この URL から今年度末、といってもあと数ヶ月後ですよね、に公開、テスト版を公開予定です。で、プロジェクトとしては私が代表で、
基礎生物学研究と東工大と東大のグループが連携して作っております。ではどういう研究開発をやっているかというと、基本、ここにずらっと列挙していますが、基本は個別菌の今まで培養できてゲノムが決まっているような個別菌のゲノムとメタゲノム由来のゲノム、マグを統合化して一つのデータベース、一つのデータベースで両方とも検索できるようにしたいと考えています。その際にマグについては、あくまでコンピューター上で作られたバーチャルなゲノムですので、それが正しいかどうかっていうのは保証はあまりないです。なので、そこのクオリティチェックはきっちりとしないと、実際には存在しなくて間違ったゲノム配列があると仮定して解析を進めてしまうことになってしまうので、ここは気をつけてマグのクオリティチェックっていうのをきっちりとした基準でやっていこうと考えています。あとはやはりメタゲノムデータだったりマグデータっていうのは、これは実体自体は我々はまだわからないものなので、そのマグデータから何か面白い遺伝子が見つかったとか、面白い系統だと思ったとしても、そこにを実験的にそれを検証することができないわけですね。で、それを検証可能にしようとすると、どうしてもリソースですね、金株リソース、日本でも JCM さんだったり NBRC さんとか、いくつか大きな金株保存機関がありますので、そこのデータと連結して、金貨保存機関の人たちもゲノムを今たくさん決めてますので、そこのゲノムと割と近いマグであれば、そのマグとゲノムを、金株のゲノムを連結して一緒に検索できるようにしたいと考えています。で、なので、マグを中心としたマイクロバイオムデータを整理したデータベースとして、マイクロバイオデータハブを今現在開発を進めております。では、このマイクロバイオデータハブ、どういう検索だったり、どういう使い方ができるのかというのをこれから2枚のスライドで説明していきますが、まずは、プロジェクト単位ですね。で、microbdb.jp の頃は、サンプル単位で検索をしていました。ただ、今、マイクロバイオムのサンプルというのは、大体もう400万サンプルとか500万サンプルぐらいもあるので、例えば、人腸内で検索しても、100万サンプルぐらい当たってくるわけですね。100万サンプルヒットしたからといって、じゃあそれ全部見るかというと、普通は見ないので、ある程度もう研究ごとにプロジェクトとしてまとめて、それでまず検索をして、で、その後各プロジェクトで興味があるプロジェクトについて、そのサンプルを詳しく見ていくっていうような2段階の検索をしたいと考えています。なので、環境情報だったり、どういう宿主だ、どういう病気由来なのかっていうので、メタゲノムデータを検索していく。こちらは普通の系統組成や遺伝子機能組成の検索の入り口です。で、もう1個はマグデータですね。マグデータと個別の菌の完全ゲノムだったり、ドラフトゲノムというのを、ゲノムを検索するんですが、系統名でゲノムを検索したり、あとはマグの精度で検索したり、どういう環境から取れてきたゲノムなのかっていうのを、環境情報から検索したりします。で、これをマグと普通の個別菌の単離菌のゲノム、両方を合わせて検索できて、もちろん両者は区別できるようにしますけれども、ゲノムの検索というのを担当したいと考えております。はい。以上まとめますと、microbdb.jp ではこの10年間ぐらい、微生物の系統、個別のマイクロバイオムのサンプルの系統組成や遺伝子機能組成というのを中心にしてデータベースを作ってきたんですけれども、そこに、ここ最近でマグという新しいタイプのデータベース、データ、ゲノム、環境から取ってきたゲノムですけども、データが加わったので、それら2つを合わせて、また新しいデータベースを作ろうとしています。で、今までは microbdb.jp はこの URL でアクセスできたんですけども、microbdb.jp のいいところっていうのはそのまま受け継ぎつつ、UI だったり、データの中身っていうのは結構変えて、マイクロバイオムデータハブとして、今年度末にこの URL からアクセスできるようにしたいと考えております。私の発表は以上になります。ありがとうございました。ありがとう。